レバナスで銃を手に入れる。 レバレッジ投資家一木です本日もよろしくお願いいたします、えー、今日はねコメントの方に質問をいただいておりますので時間がありますのでそちらの方のコメントのね質問の方を返させていただきたいと思いますと、えー、まずは質問です一さんはレバナンスへの投資が10年約ね今からは8年後600万から360万になると常々おっしゃっていますねと、えー、つまりこれはご自身の平均取得単価の6倍に基準価格がなるということになりますその通りです 日々研究している一産はレバナスの基準価格が約8年後何円になっていると想定していますかとえ仮に4万円で平均取得したとすれば24万円の基準価格基準価格が8万円で600万円分レバナスを 取得していれば48万円になりますと。毎月、購入がね、主であれば、基準価格が上がっている時にも購入することになりますので、平均取得単価も当然上がります。どれくらいの平均取得単価を想定しているのか教えてください。よろしくお願いいたします。ということになっております。こちらの方のご質問にお答えしていきたいと思います。それでは、レバノス作戦会議、スタートです。 はい先に結論を言いますえ結論はわかりませんということであの基本的に私は8年後にレバナスの基準価格がいくらになっているのかっていうのは全く想定していないとえなぜかと言いますとえ基本的には私のレバナス投資のスタートっていうのは毎月5万円を10年間レバナスを購入し続けて原資600万円が3600万円になってそして毎月のお手当が税金を引いたとしても50万円ずつもらえるというのがこれベ ベースの話になってきております。ただこの話の一番初期の段階で私が言っているのは、確実にね。 株価っていうのは暴落が来ます。暴落が来た時にはスポット購入していかないといけないので、スポット購入の資金は避けてね、上昇している時でも避けてストックしておきましょうという話の方もしております。このレバナンスで自由を手に入れる、そしてレバナンスで自由を手に入れる前のパテやファイアクラブというのをね、私、チャンネルの方を持っておりまして、そちらの方で、レバナンスの投資のね、初期の話の方というのはかなりしているんですけれども、そこでしっかりとね、暴落来た 時にに、まあ、積み増ししををすすするるとということを、まあ、明言しててわけなんででよねで今実際に暴落が来ておりますどうですか ?2 月に入ってからのね、値動きということで考えていったとしても、1月の末でレバナスの基準価格がまだね、2万になったりとかならなかったりとかでして、で、まあ、一旦2万1000円まで上昇したのに、まだね、2万円切っていくという下落になっておりますよね。これがいつまで続くのかっていうのが分かりません。そして私私は今ね私の動画を 毎日見ててていいいいただるる方は分かってると思うんですけれどレバナス毎日購入の方をしておりますということになってきますので私が600万円分の原子を入れるのにあと何年かかるのかっていうのは分からないとただ一つ言えるのは今から8年後に600万円の原子が全て投入済みということにはならないとそれより早くなるということはまあ確実なんですよねそれが2年後なのか3年後なのか4年後なのか分からないというね状態になってきます 私が600万円をどの段階で。 投入し終わるのかっていうのも私自身も分かっていないのに平均取得価格そしてその時のレバナンスの基準価格っていうのがいくらになってるかなんていうのをね予想することなんていうのは100%当たらないですから当たらないことを予想するのは意味がないことじゃないのかなというふうに思ってますそしてまあ私のチャンネルをしっかりと見ていただいている方だったらご存知だと思うんですけれど SOXL の投資の方もしてますよね最近は言わなくなくりましたけれどこの、SO SOXL の、えー、投資の方もレバナス加速装置ということで SOXL でしっかりと稼いでその玉銭をレバナスに投入していって一日でも早くレバナスでファイヤーできるようにしていこうという、まあ、レバナス加速装置ということでね SOXL 投資の方もしているわけですよねこちらの方も、まあ、去年もある程度仕込みの方、えー、できておりますし、えー、今年の方もね、えー、仕込みの方をしていくとで今年で一旦区切ってしまって、えー、それ それ以降上昇していった時に利格の方をしていってそしてレバナスの基準価格が下がっているようであれば自分の平均取得単価よりも安いようであればその都度スポット購入をさらに加速していくというふうに、ね、なっていきますんで結果ねベースとしては5万円かる1 0年で投資完了ということで考えてますけれども実際に自分がそのレバナスでの投資こちらの方をしていって。 思うように上昇していかないんだったら手小入れをしていかないといけないと。で、自分の思い通りに上昇していってるんだったら何もする必要がないということでね。微調整っていうのは必ずかけていかないといけないと。ですから、平均取得単価を、ねえー、予想することはまあできますよ。今からね、これぐらいになっていくんじゃないですかということで、2022年の暴落のことも考えてね。で、それ以前のまあ上昇のことも考えて、まあ、シュミュレーションなんていうのはだ 出すことはねいくらでもできるんですけれどそんなことやっても意味ないでしょじゃなくて日々のレバナスの値動きこちらの方をしっかりと観察していって自分がしっかりと私のレバナス投資だったら10年目ですよねあと残り約8年ということでレバナスでファイヤーできるように組み立てていくというのが重要であってレバナスの基準価格を予想するなんていうことは私は全くもって意味がないと思ってます。ですかかららお答えの方はわない,という ということになってきますだって今年でも本当にね冒頭でも言ってるようにあとどれだけ低迷してでどっから上昇していくかにもよってレバナンスの基準価格がいくらにならないと私がファイヤーできないというのを計算できないわけですね。ねそして今から約8年間の間のに レバナンスの暴落まあアメリカの株式の暴落ですよねこれが何回来るかもわからないと普通は暴落ってそうそう来ないというもんなんですけれど最近はコロナでも暴落しましたで2022年も暴落しましたということでね暴落の周期っていうのがね最近すごくね短くなってきてるんでひょっとしたらあと残り8年の中でね今回の暴落を含まずに 再度、暴落に、ねえー、なってくれる可能性っていうのが、1回か2回あるかもわからない。暴落が来ずに、8年間上昇しっぱなしで、レバナスの基準価格がいくらになるのかと、暴落が来て、えー、そして、えー、上昇があって、暴落が来て、ということで、8年後にレバナスの基準価格がいくらになっているか。 ね、これっていうのはもう誰にもわからないことですね。で基本的には暴落が来ずに上昇1トンの場合ですと平均取得単価がどんどん上がっていってしまいますから私がファイ e しようと思ってる基準の3,600万になるまでにはレバナスの基準価格っていうのも高くなっていただかないといけないんですけれどあと1回か2回暴落来ていただきますと平均取得単価安い時に購入できるということになりますのでそこまでレバナスの基準価格が上昇しなくても3,600 1600前に届いていいてくということになりますのでこんなこと誰が分かるのということになりますんで、誰にも分からないことでしょ誰にも分からないことをなんでね、いちいち気にするのかなということで、別にこの方が悪いとかっていう話じゃなくて、こういう人たちって大多数でしょ 大多数ね、いてるんですよね。ですから、シミュレーション動画っていうのがすごくねえ、流行って、何十万再生とかっていうのをされると思うんですけれど、なんでそんな意味のないことをね、見て、ああ、夢があるなというふうには思いますよ。えけれどもそ、そね、一回見たらもういいでしょうという話なんですけれど、まあ、毎回毎回いろんな角度からね、まあ、検証されている YouTuber さんたちもいますし、そのね、動画がすごくバズっているということがありますので、YouTube を見てる人たちは、 そういうね動画を見たいわけですよねはい。ですからまあそういう動画が流行ってるんでしょうけれど私のチャンネルは実践番組ですのでまあ、そんなシミュレーションどうでもいいんですよね私が本当にレバナスを使ってファイヤーしていくためには何が必要なのかというのをねしっかりと皆さんに情報提供していきたいということがありますのでまあ、毎日日々のね動画更新の方をしてるとそしてそのレバナスの中でまあ、レバナス積み立てだけだったらね10年かかってし しまうね、10年ってやっぱり長いなと思いますので SOXL の方を使ってそして SOXL 加速装置という役割を果たしていただいて、まあ、レバナス投資を成功させていくという段取りを組んでいるわけなんですよねこの日々のね、まあ、段取りの方を見ていただいてるのとスポット購入してる間はスポット購入してますよという話をしてますしスポット購入をねやめるという時にはねスポット購入やめますということを発信していってるとでまあ今の段階といたしまして ましてはナスダック103倍ブルこちらの方が平均取得価格と基準価格の方がイコールになる日が近づいてきていますので今はこちらの方を重きにスポット購入してますけれどナスダック103倍ブルの方が平均取得価格と基準価格が逆転現象を起こしてトータルリターンがプラスになっていくと今まではレバナス1に対してナスダック103倍ブル3の、ね、1対3の割合で購入していたのを逆転 レバナスを三ナスダック103倍ブロー1の状態で毎日スポット購入の方を切り替えていきたいなというふうに思っていますそうなってきますとレバナスの毎日積み立ての金額も今までの3倍になっていくということにもなりますんでどん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 ね平均取得価格っていうのもね下げていけることができるということになりますので、まあ、600万円の原資を入れるということに関しては変わらないんですけれどそれがいつ えー、そして基準価格がいくらで、ねえーね、終了できるのかというのはまだまだ見えてきませんので、まあ、このあたりというのは気にされても致し方なしなのかなということがありますので、まあ、私は、えー、そういう未来の、ね、基準価格がいくらになるとか、えー、自分の600万円を投資する平均取得価格が、まあ、いくらぐらいになるんだろうという予測は今の段階では、ね、していても無駄だと思っておりますので今できることそれは毎日スポット購入の方をし 続けることだとだ思いますので、まあ、そちらの方にね、えー、重きを置いて投資の方をね、えー、していきながらあとは微調整をかけていくと、えー、今年、まあ、5月6月ぐらいで アメリカの株式がどうなってるのか今年の12月でどうなっていくのかということを、まあ、実際に、ね、そこまでしっかりと投資の流れに身を任せながら、まあ、しっかりと自分の中でも観察していってあとはまあスポット購入どの段階でやめるのかやめないのかというのを、ね、決めていくというのがまあまあ重要になってくるのかなと思いますのでちょっと話の方がずれていってるような気もしますけれど平均取得価格こんなものは、ね、いくらでストップするのかも分かりませんしそしてレバナンスが8% 年後基準価格いくらにな,ってるなんていうのもね全くわからないですし、まあ、それを想像したとしても当たったとしても何かいいことがあるのかなということがありますんでそんなことよりも安い間にレブナスを大量確保していることに集中した方がいいんじゃないのかなというふうに考えておりますので、まあ、全力投資された方がいいんじゃないかなと思います最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら